はい、前回のフレキシブル系のパーツに引き続いて、またまたこの東京スバルの、三鷹店さんの方にお邪魔しております。で続いてですね、エアロパーツ、まあやっぱりですね、この間のフレキシブルパーツの時も言いましたが、まあやっぱりこの間ね、優勝したニュルで優勝したマシンの、でね、磨かれたフィードバックされたね、性能をやっぱりこう愛車というか、このスビーチャンネル号にそれ導入したいということで、やはりこの、まあ、定番アイテムですけども、エアロパーツですよね。フロントのアンダースポイラーとスカートリップ、サイドのアンダースポイラー、リアのアンダースポイラーのこのですね、まあ5点セット、これをですね、まあ、あのスタイルパッケージというね、そのパッケージの商品にもなっておりますが、この5点をですね、取り付けをしていただこうと思います。で、まあ、あの前回、説明したフレキシブル系のパーツもそうなんですけれども、まあ、基本、このディーラーさんで注文をしてから、まあ、やっぱ1週間から10日ぐらいで、まあ、在庫がね、なかなかやっぱりあるようでないパーツですから、で1週間か10日ぐらいで、パーツが入ってから、また予約の、ね、日程をこと入れていくと。でもう最近そのやっぱりスバルさんこう、ね、ディーラーさんはあのいろいろあのいろんな対応もあってこう、ね、ピットが混んでることが多いので、ね、予約はかあの早めに、であの作業自体はですね、それほど時間かからないものもありますけども、その予約取るのが結構大変だったりしますので、特にあのこのね、三鷹店さんぐらいでかい拠点はまだいいんですけど、あの小さな拠点だと、ね、ピットの数も少なかったり、その、作業するキャパがね、ちっちゃかったりするので、あの予約は結構前もって、あの、ね、まあ、パーツがあったらすぐつけれるんだろうみたいな感覚で注文すると、意外とその待たされたりね、例えば何とかのオフ会に間に合わせたいみたいな、ね、そういうあのスケジュールを あるときはですね、あの日にち予定を余裕を持ってあの注文をしないとなかなか実は間に合わないとか、ね、いうことが結構ありえますので、まあ、日程には多少余裕を持って注文をした方がいいかなというふうに、思います。はい、それではこの5点セット注文させていただきます。はい、ではいよいよこれからですね、 STI のこの、エアロ関係ですよね、スタイルパッケージというまあ商品名で、まあ、セットで売られている、フロントのアンダースポイラーとサイドとリア、このねボディ周りのですね、まあ、空力を改善する、効果、まあ、車のね騒音性にかなり効いてくると、まあ、もちろん見た目もねあのスタイリッシュになるんですが、まあ、私個人的に一番こう期待しているのは、その乗り味のね変化がどう変わるのかというところをですね、装着してそれを確かめたいと思います。これからまずまさにその取り付け作業、まあ、割とですね思ったよりあの簡単につくものかとこう素人的に思ってたんですが、まあ、意外とそのバンパーにこうね適切な場所にこう穴を開けたりで、意外とその装着の、手間がかかる、パーツということで、今これからまさに取り付けの作業をやっていただこうと思います。
はい、というわけで、フロントとサイドとレアのスポイラーの取り付けが完了しました。ね、やっぱりこうパッと見てこうやっぱり SI のコンプリートカーっぽさというかですね、まあ、全体的にこう締まるといいますかね、まあ、こうフォルム的に低い感じにもなりますし、まあね、いかにもその高速性能が良くなったんではないかというような予感をすごい感じさせるね、まあ、今まで結構まあ見慣れてきたパーツではありますが、改めてこう何もついてなかった、ね、ノーマルの状態からこの、前後左右取り付けると、まあ、やっぱ全体の雰囲気がガラッと変わるということで、で、まあ、やっぱりね、まあ、見た目もそうなんですけども、まあ、やっぱりその SA のパーツなので見た目ではなくてやっぱり一番期待するのは効果ですよね。まあ、フロントの方はですね、まあ、そのダウンフォースで、フロントのねタイヤの接地感を上げていくと、でサイドの方はこの横の方にこのこちょっと渦巻くようなその乱流、その乱流の流れを、乱流の影響をねなるべく受けないように、この辺にこう渦巻く空気があるとですね、ちょっとこう負圧が発生して車がこうこっちの方に引っ張られたり、まあ、それでこう高速走行中にですね、まあ、フラフラする要因になったりするこのね乱流を、まあ、きれいにこう後ろの方に流していくというのがこのまあサイドの効果で、で、まあ、リアの方は、まあ、リアの方もこのトランクのこの辺りでこうちょっと渦巻く余計な空気をこう後ろの方にね、遠ざけて、まあ、空気の流れを良くしていくことによって、やっぱりこう車も後ろが引っ張られるというね、そういう状況に陥るらしいので、まあ、要はそのスピードがね、スピードを上げていくのを邪魔するその空気の効力ですよね。それをまあ少しでも影響を少なくしていくと、まあ、そういう効果が積み重なって、高速走行中の、ね、安定感につながっていくと、まあ、それはまさにそのニュルブルクリンクの、ね、24時間の耐久レースで培われた、技術が、まあ、ほぼそのままこのパーツに、ね、フィードバックされているということなので、まあ、早速高速道路を走って、その、ね、効果を改めて体感してみたいと思います。では行ってきます。はい、ということでこの STI の、アンダースポイラーをですね5点か、あのリップも、ね、含めれば5点ですけれども、スタイルパッケージとね、まあ、内容は同じ、ものをつけましたが、まあね、あのこれはまあ最近スバル以外のメーカーのエンジンでもよく言いますけども、まあ、理論上はね、車が動き出した瞬間からもう効いてると、こうね前から風がこう受ける状態になれば速度に関係なくそのね効果は、生じてるということですが、まあさすがにね、あの体感していくっていうレベルになるとさすがにこう街中をねゆっくり走ってるだけだとさすがにまあ、感じるのは難しいと思うんですが、まあでもおよそこの80キロから100キロくらいの間が一番その感じやすいようなね、まあそういうチューニングもしてるようでして、まあもともとやっぱりニュルのね、レースで培われた、技術なので、まあ、本来はね、本来はもうもっともっと高い速度域でっていうね、ものだったと思うんですけども、まあ、やっぱり実際ね、まあ、日本の道路で走る上では、まあ、そんなね、ニュルブルクリンクみたいな速度出さないですから、まあ、やっぱりこう、まあね、まあ、実用的なこう、100キロ前後の、ね、速度域で一番そのこう、ね、分かりやすい、まあ、効果がしっかり出るようなチューニングもされてると。いうことで、まあ、今ですね、まあ、まさにその100キロにもまだ満たないくらいの、速度域ですがまあさすがにこう足もね、まあ、まだ新しいし、フレキシブル系のねパーツも3つつけてますから、あのねその乗り味的にはね、まあもともと良かったのでね、ちょっと逆に難しかったりはするんですが、あのね一番やっぱり効果が多分得られるのはもうちょっとこう横風がね、今日はちょっと天気は悪いんですが風はねほとんど無風なんですけれども、本当はもうちょっとね横風が強い、例えばあの東京湾のねアクアラインの上とかああいうところで横風がついてて、もう横風がね強くて車がこうちょっとフラフラするような、あるいはこう新東名のね愛知県のエリアみたいな感じでちょっとね横風に煽られやすいようなとこ行った方が本来はね分かりやすいんでしょうが、で最近のスバル車、まあ最近でもないか、スバル車は結構ねスポーツモデルでも
前高がまあ比較的高くて、特にこのねボディのこう厚みですよね。まあそれは特に WRX でも元はインプレッサのセダンですから、パッケージング優先もしてるので前高がまあ比較的高いので、そういうこともあって比較的こうスバルのインプレッサは 横風をね伝統的に受けやすいところがありましたが、まあそういうところもこのねエアロつけることによってだいぶこう解消される。まあ僕が今乗ってるね G4 なんかは、まあタイヤも細いし車重も軽いのでめちゃくちゃ横風受けやすいんですね。で、まあ今回この S4 につけてますけども、まあもちろんこのね同じそのノウハウがね投じられたエアロパーツは S4 以外のまあ例えばまあインプレッサーにももちろんありますし、フォレスターとかね、そういったモデルにも設定されてて、まあそれぞれね、まあ車によって多少の違いはありますけども、基本的な理論は同じで、同じような効果、先ほど私が車の前でね、言いました通り、まあフロントのダウンフォースとか、あるいはこのサイド、あるいはリアのその乱流ですよね。その乱流を、の影響をなるべく受けないようにする空気の流れを作ることによって、車のね、まあふらつきを抑えていく。っていう効果は、この S4 以外でも得られるので、まあ、旧型のね、まあ、僕の車旧型 G4 ですけども、まあ、その辺の車でもまだ設定は ありますから。で、まあ、やっぱりねモデルが古いと当然その時発売された、スポイラーもねちょっと世代が古いので、まあ、スポイラー自身もですね車が新しくなって新しく、そうね、設定されるごとにやっぱりスポイラー自身も進化をしてますから、同じ効果っていうとまた違ってきますけども、まあ、それでもねその風に煽られるその、動きはねだいぶこう低減をしていくというはずなので、これなんか S4 以外のね、車にはやっぱりすごいおすすめをしたい。スバル車は特に四駆なのに結構横風に煽られやすいところがね伝統的にはあるので、でまあ今は、ね、やっぱりまあ100キロくらいになってくるとねまあ、ついてなかった頃よりは今日は本当に無風なのがやっぱりもったいないんですけどもね、まああとまあそのね風に影響を受けるそのふらつきの前にやっぱどっしり感がやっぱりちょっと出てるのかなというね、まあこれまだダンパーも新しくてタイヤも新しいしフレキシブル系のねパーツも付けたばっかりなんですが、やっぱりねちょっとこう、うん、落ち着きというかちょっとこう、うん、なんとなくこう前特にフロント周りが中心にね抑えられてる感がねやっぱちょっと来てるのかなというね、100キロぐらいで一番こうそれが出てるのかなというね気がねすごくします。であとこの STI の、そのねスポイラー系のちょっと面白いところは、例えばねまあスバルの車なのでまあやっぱりこう冬になるとねまあやっぱり雪の上を走る人が多い、まあ降雪地域でね乗る人も多いということで、まあその辺も含めて、まあ、どうしても雪がこうね積もってくるとスポイラーがあるとですね、まあその、いわゆるラッセル車みたいな状態で、スポイラーがまあちょっと雪をね、かいちゃうような状態になっちゃうわけですよね。まあ理想は、そういう雪が積もってるね、路面の上行くときはもうスポイラー外していくのがまあ理想なんですけど、まあなかなかそれはね、現実的なユーザーとしてなかなか難しいんですが、で、やっぱりよくやってしまうのが、そうね、雪の深いところガンガン走ることによって、スポイラーとか、このバンパーがね、まあ、もげたりすることは、まあ、どうしてもそのエアロパーツを、まあ、つけた車のそれは宿命で、あるわけですけれども、このね、STI の、スポイラーは、そのね、ちょうどその、取り付けのね、強度の、チューニングによってですね、例えば、ガバッとこうね、雪の塊に突っ込んでしまったような時に、まあ、もしこう、スポイラーとね、バンパーがあまりにもがっちりついてると、もうスポイラーのそのね、雪かきの効果によってバンパー自体がもげてしまうわけなんですが、まあなるべくね、まあそれは状況によっていろいろあると思うんですけど、まあなるべくそのスポイラーがバンパーごとね引っ張ってもげないように、まず第一段階としてスポイラーの方が先にそのね雪の負荷によって外れるようなそのね、絶妙な塩梅でそのね取り付けの強度が決まっているということなので、まず先にだから取れるのがねスポイラーだけがこう取れると。いうことなので、まあそのね、冬 の, その、ね、雪深いところを走った時 の, その、ねまあ、ダメージが、まあ
最小限に抑えられると、そういう配慮をしているのはなかなかこうスバルらしいというか、ね、STI らしいなと思うんですけども、なので、まあ、そういう、ね、ところも含めて、ちょっとまあやっぱり、ね、実用性をやっぱり考えている、まあ、見た目も、ね、非常にこうスタイリッシュになるし、あの STI の限定車の、ね、まあ、コンプリートカーあの S、まあ、207とか8とか、あるいはこの S4 でいうと、ね、TS とかね、まあ、そういった車の限定車っぽい、ね、雰囲気も出ます。そういう、ね、外観のエクステリアの、ね、イメージをこう良くする効果はもちろんあるんですけども、まあ、やっぱり STI なのでやっぱりこう、ね、一番得られる、効果は、ね、その空力の効果と、あとまあそういう、ね、雪の上走った時でもこう、ね、ダメージが最小限度に抑えられるその、ね、配慮というか工夫というか、ね、まあ、そういったところがちょっと、ね、やっぱりらしいなというかね、その話今回初めて聞いていろいろ合点がいったのは、例えばこうね、スバルが開催してる、冬のね、メディア、自動車メディア向けの試乗会で、北海道のね、雪のコースをこう、走るようなイベントが毎年あって、で、まあ、同業のね、先生方がこう、やっぱり、ガンガン攻めて走られるので、まあ、時としてですね、ね、先生方も時としてこう、工房の筆誤りでこうね、雪の中突っ込まれたりするわけですが、こう、帰ってくるとこうね、STI のスポイラーがついた、VAB とかだと、この、まさにね、STI のスポイラーがブラブラブラっとこう、外れかかった状態で帰ってくるっていうね、状態を何回か見たんですが、確かにそれね、今思い出せば、STI のこうスポイラーはね、外れてても、本体のバンパーはね、まあやっぱりなんともなかったりしてたので、まあもちろんね、STI のスポイラーもね、一度取れるとね、ボルト付けしてるようなところもありますから、スポイラー自体の、ね、ダメージ受けますけども、まあ、やっぱりもう一回こうね、付け直すことができたりとか、ね、あるいはそれができなくてもやっぱり車本体のね、やっぱりダメージが最小限に抑えられる効果は確かにね、メディア向けのね、試乗会でまさにそれは見てきたところでありました。ああ、うまいことスポイラーだけ外れとるなと思ってたんですけど、その時はね。でも今日話を聞いて、まああえてそういう風にね、作ってると。いうのをね、今回聞いて、そのね、過去の思い出とちょっとこう、照らし合わせて、ね、合点がいきましたが、まあなかなかね、そこまで考えてるエアロパーツっていうのも、なかなかないので、まあやっぱりね、今回ね、まあとりあえずこの、フレキシブル系のパーツと、まあ、外装の方は、STI の方でね、まずこう、カスタマイズのね、手始めに、STI でこう、統一をしましたけどもね、まあやっぱりその何べんも言うようにニュルブルクリンクの、優勝したねマシンのイメージが欲しいというところと、まあやっぱりこうね改めて装着して改めて効果を感じると同時に、ね、改めてお話を聞くとそういうこうね、あ実はこんなことこだわってましたとか、ね、そういうこうねなんかスバルらしい話が、出てきたりするので、まあそういった意味でも、まあ、今回ねとりあえずこのスビーチャンネル号にまずこの STI パーツで一通りこうね外装とこの足回りとかシャシーですよね、装着しましたけどもね、まあやっぱりこのまあ、定番のねメニューではありますけども、あ今ねごめん速度であれか、いやもうそんなぶっ飛ばしてるわけではないんですがね、やっぱり速度がちょっと上がった時の方が今なんか感じたな、今なんかスーッとねフロントのね押さえ感がこうあって。何でしたかね、空気と車体のフリクションのなさみたいなね、なんかそういうものを今ちょっと感じましたよね、ちょっと速度が上がって、はい、まあだからこれは例えばね、サーキットでね、走る人とか、もうね、もうちょっと速度域がやっぱり、説明ではね、80キロから100キロ前後が、十分ね、感じられてる説明ではありましたけどもね、やっぱり、速度域がちょっと上がると、よりやっぱり、なんか、効果を感じたところがありましたね。あんまり言うとこうね、速度をね、速度超過を推奨するようにそういう話になっちゃうんですけどね。まあそれはこうね、スバルというか STI はね、ワークスチューニングサーキットデイとか、あるいは7月にね開催するそのね、走行会とかね、まあメーカーの方もそのね、サーキット走るイベントをね、力入れてますので、ね、まあなるべくね、そういうやっぱり STI の車ね。やっぱりサーキット走って一番こう進化が感じやすいので、STI のパーツねどんどんつけた人はやっぱりどんどんサーキットね
走る、まあもちろんね、あの SI のイベントじゃなくてもサーキット走行は常にこういろんなサーキットであの随時走行会とかあのやってますので、ちょっと積極的にそんなねもう全開でギャー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 攻めなくても、あの合法的にね高い速度域出せるだけでも全然スバルのこの SI のパーツあるいはスバルの車のね、その進化を感じられるので、まあ、やっぱり私としてはサーキット走行非常にこうおすすめしたいというところでございます。今ね、今ちょうどというかほぼ100キロね、ほぼ100キロです。やっぱもう個人的にはもうちょっと出した方が分かりやすいのかなという気がしますがね。あ、そうだ、あのね今あの東名高速でね一部あの110キロとか東北道でもやってますかね、あの試験的にね110キロ合法的に OK なところとかありますのでね、そういうところね積極的に走るとかされてもいいのかなという、ね、気がしますがね、そういうところでこうなかなかねやっぱりこう WRX という車買うとね、その辺のこの、合法的な速度域をとね、そのいろんな葛藤があるわけですけどもね、だんだんとこう日本のこう道路もね速度が出しても許されるようなところも少しずつ増えてきてるのでね、こういう車がよりこうねあの楽しみやすい環境が実はね整いつつもあるので、それはこうねちょっと明るい希望でもありますけどもね、はい、あとはやっぱりこういうねあのスポイラーが効いてくるのはもちろんそのねよし今100キロだよしどうかなっていうそういう感覚でそのね体感をこう自分の方から探っていくのもありますけどもね、まあ、やっぱり多分ね個人的に一番効いてくるのは例えばこう1日1000キロ走るとかね、まあ、そういう本当長距離をズバーンとこうね巡航してる時のああなんかいつもより楽かもみたいなね、ああなんかいつもより疲れなくなったみたいなね、多分そういうところでこうね一番こうね感じられるんじゃないかなって、あの実はそう思いますよね。もちろんこうねちょっと走ってみてどうかなっていうところでもね敏感な人は感じる、あるいはこうね感じようとすれば感じられると思うんですけど、本当に多分ね骨身に染みてあーって思えるのは多分というか間違いなくね長距離巡航するときですよね。である程度こうね疲労も溜まってくるような時間とか距離を走った上で、おそういえばね東京と大阪なんか走ったけどいつもよりなんか全然楽だったねみたいな、なんかこうね疲れなかったとか、多分そういうところでこうやっぱり後から効いてくるみたいなね、そういう効果も多分間違いなくあるのかなという気がしますので、まあやっぱりこうねその闇雲にスピードを出さない人でも長距離をねあのよく走る機会が多い人はやっぱりこういうね高速で効果のあるスポイラー類は絶対にあった方がいい。まあもちろんそうね横風に受けにくいっていうのもあるでしょうし、そういう意味ではねそうやっぱり長距離走る、まあ、私結構距離は走る方なんで、この間も埼玉とね熊本往復大体まあ2500キロくらい走りましたけどね、ね結構あの場面によってはやっぱり風に煽られてねヒヤッとして疲れるような場面があったので、やっぱりねそう長距離ガンガン走る人はぜひねスポイラーをつけて長距離の長距離というか高速巡航時の安定性を高めてね、なるべくそのやっぱ安全、まあ安全ですよね、安全とその疲労のね低減をこのスポイラーで、測ってもらえたらどうかなというふうに思います、とね、あのこんなふうに喋ってるともううっかりまたどんどん際限なくどこまでも走ってしまいますので、ね、そろそろあの分岐点が近づいてきたので、はい、ということで、ね、まあ、またこの車でもちょっとまた長距離をね走ってその辺のところをね改めて噛み締めていきたいと思いますが、今日はこの辺のところで、終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。はい、動画をご覧いただいて皆さんお気づきかと思いますが、今回私この STI のですねドライビンググローブ、つけて運転しております。そもそもですね私は実はドライビンググローブ大好き派というかですね、遡ると、まあ、GC8 にこうね、長年乗ってたわけですが、GC8 のですね、初期型は、ステアリングがね、ナルディの細身の皮巻きで、すごいこう見た目にはね、かっこいいんですが、
すごくまずスタリングがね、もう今時とは考えられないぐらいもう細いんですよ、まずあのこのね、握りが。でそれと付け加えて、まあ、GC8 なんで基本、まあ、パースが重たいんですね。でそれに加えてあの私はですね、ちょっとその手のひらにね、割と手汗を大量にかくタイプで、あの例えば峠でね、いわゆるこうスポーツドライビングであの一生懸命走ると緊張するとめっちゃ手に汗をかくんですよ、まあ、それであの細身のねナルディの本革巻きのステアリングだとめちゃくちゃ滑ってた、それが怖かったので割と20歳ぐらいの時からあのグローブをねしてあの運転をずっとしてました。で昔はあの今もうないんですけど、オートバックスで売ってたあのミケロッティというね、まあ、イタリアのブランドのこういうねあの指出しのやつが6000円くらいでありまして、ね、でそれかなり気に入ってて、もう運転中はもう絶対それをしてないと嫌だし、ね、昔はこうねいろいろ勘違いもあってもうそれがもう四六時中ねつけてるとかっこいいと思ってたので、もう本当に四六時中あのこういうグローブをつけて生活してたんですよ。まあ家にいる時はさすがにね撮ってたかな。まあ出かける時はもうね、もう電車乗ってる時ももうこういうあのグローブで釣り革とか握ってあの会社行ってましたし、なんせね四六時中つけてたんです。でやっぱりそういうね四六時中つけてたのであの消耗がやっぱり激しくて、まあ大体ね半年も経つと、まあやっぱりこのマニュアルのね車だったんで、この左手のねこの辺がシフトノブが当たるあたりがね破れてきて、でその大量にね手のひら汗をかくので、あのまあ水分を吸うわけですよね。で水分吸ってるうちはまあいいんですけど、それが乾燥するとねもうパリパリになってこうすごいシワシワになってこう縮んじゃうんですね、そのグローブ自体がね。まあそれをひたすら繰り返すわけですから、非常にその消耗が激しかったっていうので、まあ大体半年ぐらいが限界で、半年を過ぎるとあのもう新しいのに変えていくっていうね。でも一つ買うと6000円くらいだったんですけども、あの半年に1回ね6000円の出費をしてたわけですよ、消耗品のように。でもやっぱそのね、もっと安いグローブももちろんあったんですけど、やっぱそのミケロッティのねそれがちょっと良くて、当時はそれが気に入ってて、それより安いのはね、なんかあの嫌なこの合成の革の変な匂いとかして、ね、やっぱりこのフィット感もあんま良くなくて、やっぱりミケロッティの方が良かったんですけど、でまあそれ長年愛用してまして、でまあ GC8 もあんま乗らなくなって、でまあそんなね峠道でそんな汗かくほどのあの走りもまああんまりしなくなったのもあって、だいぶこのねドライビンググローブをするっていうその習慣からね離れてきてまして、でまあ今メインで主に乗ってるねインプレッサの G4 もまあステアリングはまあウレタンだったりしますし、まあそんなにね手のひら汗かくほどの運転もしなくなったので、こう全くねこのドライビンググローブをする習慣がね、ここ数年ちょっとなかったんですけども、まあちょっとねちょっといろいろあって思い出すように、このね STI のこのグローブが新しく、まあ去年かな、去年の後半に出たのかな、で今年の年始めですかね、出たので、今年の大阪のあのオートメッセでもですね、あのブースでねこの現品をちょうどこう用意してですね、まあ試着みたいなことをいろんな人にしてもらうと、やっぱりね試着するとみんなすごい気に入って買う人がやっぱり多くて、であの従来も STI のドライブングローブあったんですけども、それはまあ1万円ぐらいだったんかな、値段で言うと。で今度のねこの新しいタイプは、まあ素材がねあの鹿の皮を使ってたりとか、あるいはそのもう作りがね今までになくもうめっちゃ複雑で、もうパーツで言うとね30個ぐらいの革のパーツを職人がね、香川県のあの職人さんがいるんですけどもね、そのグローブの職人が、まあ一個ずつもちろんこう手作業でね編んで作るんですが、まあその素材が変わったのと、その作り込みがね、まあ、圧倒的にその手間暇がかかるものになったっていうので、3万円というね値段になって、で、あのこれは指出しタイプですけど、指出しタイプで約3万円で、フルフィンガーだとね、あの3万7千円ぐらいになっちゃうんですが、でもね、まあ、やっぱりあの僕はね今まで半年に1回6千円払ってたのを考えると、だいたいまあ2年で、1年で1万2千円か、なんか3年ぐらいでもうねこの
まあ、3万数千円払ってたわけですよね。まあ、それを思うと、まあ、これ、耐久性も、まあ、さすがにね、素材も違うし、作り込みもいいので、まあ、多分ね、3年や4年では、まあ、そんな破れたりはしないと、多分思います。まあ、まだね、その年月使ってないので、はっきりは言えないですけど、まあ、このね、この、なんちゅうか、手にはめたフィット感と、この、明らかに頑丈さで、僕が、その昔愛用してたミケロっていうのはね、もう、薄かったんですよね、このね、素材が。もう感覚的に言うと、これの、まあ、3分の1ぐらいのね、薄さだったんですよね。まあ、そんな薄かったので、フィットしてるような感じはあったんですが、これは、その当時使ってたやつより、このね、革の厚さが、まあ、倍以上はね、多分分厚い感じなんですけども、でも、そんな分厚いけど、このステアリングのね、手応えが、薄くなることはないし、で、このね、素材のこのね、内側のね、フィット感がやっぱすごくいいんですけど、それは、何だったかな、あれ、名前が出ないわ。キュポラじゃないわ。キュポラかキュプラか。ごめんなさい、キュプラだったかな。キュプラっていう、その、高級な革の、その、衣料の内側の素材によく使われるね、もの、僕高級な革の衣料なんて買ったことがないので、わかんないですけど、要はね、まあそういう高級の革製品の、医療品の内側にもね、使うような、素材らしいんですけどもね。そのね、この外側の素材とこのね、ステアリングのね、フィット感ももちろんいいんですけどね、内側の感触が良くて、で、まあ相変わらず僕手汗はまあ書くんですが、そのね、手汗の吸収もいいし、で、そのね、ある程度その、湿った状態から乾かしてもそんなパリパリにならないし、いい意味でこう常にこうね、ちょっとウェッティーというか、ちょっとこうしっとりと濡れてる感じがね、湿ってる感じが、それはじとじとしてるっていう意味ではなくてね、この人間の肌にうまいこと馴染む程度に湿ってる感じがね、常にあって、それは僕は手汗をかかなくてもね。というのでね、まあやっぱりもう手触りがね、昔使ってたものともう全くもう違うと。3万円って言うとやっぱりね、なかなかこう勇気のいる値段ですけどもね。まあ、耐久性のね、まあ高さは多分数年くらい、軽く持つだろうとは聞いたので、まあ、今までね、6000のやつを半年おきに変えてたことを思うと、まあそんなね、そう思うとそんな高いもんでもないのかなというね、ところもあってですね。ちょっとこれね、3年後果たしてね、どれだけこの状態が維持できるか、ちょっとまた3年後にまたリポートできればと思いますけどもね。で、この間ね、私、ワークスチューンの壮行会のイベントで、まあ、埼玉から九州をこう、ね、往復したんですけど、まあ、その時も、まあ、やっぱりね、やっぱりこう、僕の車はこうね、本革ではなくて、ウレタンステアリングで、シフトノブもまだウレタンですけどもね、やっぱりこう、ウレタンであってもね、やっぱりね、革のね、グローブと、この、やっぱり、ステアリングのフィット感はやっぱり良くて、それまでは、まあ、自分の車がね、自分の車っていうか G4 が、ウレタンステアリングだからもう、こんなね、手袋いらんって思ってたんですけども、まあ、それとやっぱり、間違いで、まあ、あんまりね、今のスバル乗ってる人で、ウレタンのステアリング乗ってるユーザーあんまりいないと思いますけど、いや、俺の車、本革巻きじゃないから、革の手袋いらんよって言う人いると思うんですけどもね、僕はそう思ってたんですが、いや、やっぱりね、それ間違いで、本革ステアリングじゃなくてもね、革のね、手袋してると、グローブしてるとね、やっぱりね、ステアリングのこの握りがいいので、まあやっぱり、厳密に言うと運転中のね、ストレスがやっぱりこう、低減されて、そういう部分も、ちょっとこうね、長距離ドライブをね、楽にした、楽にしてくれたかなってね、いう、感じがありました。でね、だから思い出したようにまたね、グローブをこうずっとするようになって、ついうっかりこうね、日常的にもこう車降りてからも、したままに、しちゃいそうになるんですけども、ね、まあそれだけ、つけてても、こう違和感がないし、で、サイズもね、結構細かくあって、で、これは M サイズなんですけどもね、このボタンのね、止める、ホックもね、2つあって、まあ、緩い方ときつい方があるんですけど、個人的にはね、左手は緩い方で、右手はね、ちょっとね、強く締めるのが、まあ、それは個人的な感じでは好きなんですけどもね。まあそんな感じで結構調整も効きますし、で、やっぱりこうね、スバルマガジンでもね、2、3号前の号で結構
山本慎也さんが細かくね、解説した記事も載ってるんですけどもね、おそらく今後も例えばスーパー GT のね物販ブースにももちろん置いてるんですけども、そこで試着ができたかどうかちょっとねごめんなさいうろ覚えですが、オートサロンとかそういうねモーターショー的なところでは試着がね試せるので、一旦一回ねこう手にはめるとね、このやっぱりその物の良さっていうのがものすごい感じられる。でやっぱりそんだけ細かいねもう部品の点数がめちゃくちゃ多いんですよね。30個ぐらいのパーツから編まれてるので、やっぱりそんだけこうね動きがこう細かい。で革っていうのはある方向には伸びてある方向には伸びないみたいな、そういう性質があるので、やっぱりこうねこの手の動きに対して伸びてほしい方向には伸びるね向きの革を張って、で突っ張ってほしい向きにはそのね伸びない、方にこうやっぱり部品点数が多いので、その革の向きをね細かく変えれると、そういう構造でもありますから、やっぱりそのねこの手の動きにね非常にその抵抗なく動いてくれると。で今ウェアね T シャツとかで胴体裁断ってねいう技術でこう体のねこの今まさに私が着てるこのね、ジャケットもそうですけど、このね、それとはまだちょっと違う発想ですが、そのね細かく本当にもう細かいパーツからね人間のこのね手の動きが、抵抗なくね動くようにこうそういう構造で丁寧に編み込まれてるので、これはね3万円ね、3万円って言うと、いや僕も正直ね3万円はちょっと無理だと思ってたんですけどもね、やっぱりねはめてみるとその価値がやっぱり感じられますしね。で今現状ではまだこうね耐久性の高さは信じてるっていうか、ね、期待してるっていう段階ですけども、これが3年持てばねほぼ昔使ってたやつとねそのコスト的には同じになるので、3年以上ねこのクオリティがね保てればもうさ全然ね昔使ってた6000のやつよりももう全然安いということになるので、これちょっとね3年後も楽しみに、これからねなるべく使い込んでですね、革なんで使い込んでいくとねまたこういろいろ変化があると思うんで、その辺のこう長期リポート的な意味も含めてね、この SI の手袋が、鹿革です。鹿っていうのはこうねじゃあ牛とどう違うんだって言われると僕も今よく分かんないですけども、簡単な話聞くとこうやっぱりしなやかで強いというところで、こうやっぱりこのカバンとかバッグってこうねあんま動かないじゃないですか、こう関節とかねないから、そういうね革とかバッグなんかは牛とかのね、ワニとかありますけど、こういうこう人間の関節に合わせて動くものに関しては今回のこの構造に対しては非常にもう鹿の革がいいということで、鹿革が採用されているというね、いろんなこうこだわりがね聞けば聞くほどスバルファン的にはおおなるほどそうなのかっていう結構ね細かいうんちくがたくさん、込められているので、そういうのも含めてこうね、所有する喜びというか、もうそんな手間暇とね厳選された素材でできてんだみたいな、そういうね満足感もね非常にこう得られますので、ちょっと今後ねこのグローブがどういう風にこう、使い込んでいくとどういう風に、ね、またフィーリング変わっていくか、それもね報告していこうと思っております。はい。